あの女遊びするっていう宣言をされたんですよ。ぴったりじゃん。ぴったりです。ぴったり。じゃあこれ私の案件でいいですか。先生お願いします。先生が培ってきたもの。待って待って、どのタイミングで言われるの、そういうことで。そうね、遊びたいって、うん、1年でしょ付き合って。4ヶ月目ぐらいの時に言われて。遊びってでもどの範囲。なるほどね、男女の関係きっぱりです。のみのみって。あ、なるほど、オッケー、分かった。カードだけか。うちのすいません、先生が答えたどり着きました。先生ぴったりじゃん。はい、分かりました。だからほとんど一緒ですね、僕と。ほら吉村です、それ。もう一回いろんな人行きたいんだ。終わったらもう二度と関わらないっていう感じ。あ、まあ、先生郷ひろみさんですね。ジャケットプレイ、ジャケットプレイ。これどうなんですか、吉村さん。まあ一回きりはないです、絶対に。あ、そう。それはないですね。よかったら2位行くでしょ、絶対。あるあるある。みちょぱの言い方。はい。